今回は尾道市平和映画鑑賞会について、尾道市市民生活部人権男女共同参画課の森本沙織さんにお話を伺います。森本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。8月6日にしまなみ交流館で映画を上映されますが、映画鑑賞会は毎年開催されているんですか？はい、そうです。昭和20年8月6日に広島市、8月9日に長崎市に原子爆弾が投下されてから77年が経とうとしています。被爆者、戦争体験者の方も高齢になり、私たち戦争を知らない世代も被爆・戦争体験を聞く機会が少なくなっています。そこで市民の皆様に改めて戦争・原爆の悲惨さと恐ろしさ、平和と命の尊さについて考えていただければと思い、毎年この時期に映画鑑賞会を開催しています。今年はどういった映画を上映されるんでしょうか？はい、2年前に公開された佐野史郎さん、武藤トムさん主演のお母さんの被爆ピアノを上映します。この映画は原爆を投下された広島で奇跡的に焼け残った被爆ピアノと、被爆2世の調律師として全国にピアノの音を届けている矢川光則さんをモデルにしたものです。映画を通じて多くの方に被爆ピアノについて知ってもらい、その音色を感じながら原爆や平和について考えていただければと思い選びました。気になる内容も少し教えてください。被爆2世の調律師矢川光則は、持ち主から託された被爆ピアノを修理・調律し、自ら運転するトラックに乗せて全国を回り、各地に被爆ピアノの音色を届けていました。その被爆ピアノのコンサートで矢川は大学生の江口奈々子と出会います。奈々子は自分の母親が祖母から受け継いだという被爆ピアノを矢川に寄贈したことを知り、コンサートに訪れていました。二人の出会いは、奈々子が自らのルーツを探るきっかけとなっていくというストーリーです。この映画には矢川さんが管理・保管する被爆ピアノ3台が使われており、後藤監督のそのままの音を心に留め続けてほしいとの思いから、音色の吹き替えはされていません。出演者はどんな方たちですか？はい、主な出演者は被爆2世の調律師矢川光則役に佐野史郎さん、矢川と出会い自身のルーツを探っていく大学生江口奈々子役に AKB48 の武藤トムさん、奈々子の父親役に宮川一郎太さん、奈々子の母親役に森口洋子さん、奈々子の祖母役に那須朝子さんなどです。那須さんは映画の主題歌も担当されています。それでは映画上映の日時などお伝えください。はい、8月6日土曜日、しまなみ交流館で午前11時30分からと午後3時30分からの2回上映します。2回とも上映の1時間前に開場し、上映時間は2時間弱です。入場料は無料ですが、事前に往復はがきまたは電子申請での申し込みが必要です。往復はがきで申し込みの場合、郵便番号、住所、名前、電話番号、希望の時間、参加人数をご記入いただき、人権男女共同参画課まで申し込みください。1枚の往復はがきにつき2人まで申し込み可能です。2人申し込みの場合は、同伴者の名前、住所、電話番号も合わせて記入をお願いします。電子申請での申し込みは、広報尾道やチラシに掲載されているQR コードからお申し込みください。尾道市のホームページからも申し込みできます。申し込み締め切りは7月25日月曜日です。
詳しくは広報尾道7月号をご確認ください。今回も日本語字幕付きの上映となっております。今年は映画界の後にトークショーが開催されると伺いましたが、トークショーについても詳しく教えていただけますか？はい、1回目の映画上映後のみになりますが、後藤俊博監督を迎えてトークショーを開催します。この作品は監督がある番組の取材で矢川さんに出会い、被爆ピアノの存在を映画にして見てもらいたいと考えたことから始まり、以来広島に通い詰め、時には矢川さんの活動に同行しながら構想を固めたものだそうです。監督が映画に込められた思いについてお話を聞くことで、原爆や戦争、平和について改めて考えていただければと思います。監督から直接お話を聞けるのは貴重な機会ですよね。それではお問い合わせ先をお願いします。はい、尾道市人権男女共同参画課、電話0848372631までお問い合わせください。最後に森本さんからメッセージをお願いします。はい、8月6日土曜日、尾道市平和映画鑑賞会お母さんの被爆ピアノの上映にぜひお越しください。映画を通して平和と命の尊さについて考えてみましょう。来館の際は新型コロナウイルス感染症予防のため、検温の上マスクを着用し、発熱、咳などの症状がある場合は来館をお控えください。感染防止対策にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。今回は尾道市平和映画鑑賞会について、尾道市市民生活部人権男女共同参画課の森本沙織さんにお話を伺いました。森本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。